有名な装飾写本である、ベリーコーの糸も豪華なる。自動書は高品質のファクシミリとしてのみ、一般公開や研究者の目に触れることができる。書子学におけるファクシミリからとは、古書、写本、地図、版画、その他歴史的価値を持つ転石のオリジナルと、可能な限りそっくりになるよう制作された副写、または、複製を指す。これは、原本の大きさ、色、 状態、その他材質などをできるだけ正確に複製しようとしている点で他の複製ものとは異なる。本や写本について言えば全ページの完全な複写が揃っていなければならず、そうでない場合は部分的ファクシミリと呼ばれる。ファクシミリの用途の例として原本を手にするつてを持たない学者が研究のために使ったり保存修復とメディアの保全を図るために博物館や 図書館で使われたりというものがある。多くは市販されており、解説書が付くこともある。それらは一般に500から2000部程度に部数が限定されることもあり、ベイドル換算で2000から3000ドルの価格が付けられる。ファクシミリの技術の進歩は、版画の進歩と密接に関係している。例えば地図は、ファクシミリ制作の初期によく扱われた主題だが、 それらの作例は、現代の基準から見ると原本に対する、正確性をしばしば書いていた。初期の例として、オルテリウスの地図が挙げられる。18世紀の、特に、リトグラフとアクアチントの進歩は、古典映画のファクシュミリを爆発的に増やすことになり、これによって、遠く離れた地でもそれらの絵の研究ができるようになった。 モルグ街の殺人のエドガー・アーランポーによるオリジナル手書き原稿のファクシュミリ現代ではファクシュミリは一般に写真技術の一種を用いて作られる。ベリー以降の糸も豪華なる自動書のような重要な装飾写本はファクシュミリとして一般展示されるだけでなく学者もその高品質の複製にのみよって研究している場合がある。しかし、 一般の書籍の復刻工程とは異なり、ファクシミリは、そのオリジナルの痛みまで再現するのと、同様、オリジナルの色使いもより正確に再現している。これは、装飾写本では、特に重要である。ファクシミリが、最も適するのは、印刷や手書きの文書であり、立体的な素材や、独特の表面テクスチャを持つ油絵には適さない。それらの複製はしばしば、 レプリカと呼ばれる。ありがとうございます。